そう、螺旋ロリキャラでね、8人ついに揃いました。今期の螺旋むずくてさ、多分ね星級無理。いや、いけるかな。いや、シグインが貫突してたらいけるやろな。貫突してないなら星級は相当厳しいんじゃないかな。まあ、ちょっと星級狙いでは やらないんでよろしくお願いします。じゃあ前半がナヒヨウヨとアタッカードリー、ラス1が熟知バフできるからディオナ、後半がクレイメインアタッカーで、ナナちゃんの話を最後してたからナナちゃんは覚えてる。シールド剥がすシグウィン、あ、せや左右だ、水力4セット左右。ちょっとやばいかも。ほな行きますか、レッツゴー。まあ星級は無理だと思うけど、可能な限り努力してみたいと思います。でも貫突なヒーダにおんぶに抱っこしてもらう所存。いや、貫突なヒーダつんよ。これ熟知上がるんで、この中で。うわ、激化か、激化か、火力やばい、熟知アップなヒーダ、良い展開。なヒーダね、貫突効果で爆発使った後通常銃撃でやべえダメージ出るようになるんだけど、ナヒーダ爆発50で軽いからさ、でも連発効くんよな。はい、これ注射針、あー、リラックスするのよ。あ、こんなもんか。シグイもうちょい水付着どうにかならんかな。やべ、シールド全く開かない炎、やばいやばいやばい。あ、これ鬼畜です、これ。辛いです、これ。いや、頼むぞ、シャボン玉さすがに割ってくれ。いや、そうだよな、よしよし。結構いいね。いや、この後こいつらがシールド張って、そのシールドが割れなさすぎて積む気がする。シールド張った、オッケー、シールド張った。あー、リラックスするのよ、リラックスするのよ、リラックスするのよ。いよいよいよ。壊れねえ、壊が壊れねえ。怒ったからね。ふわふわ。あ、思いやりバブルの使い道ここか。ちょっとバブルさせてくれない。いやー、えぐい。やっぱ付着クールタイムってめちゃくちゃ大事なんだな。あ、あ、左右のゴロゴロ強っ。あ、もうご利用社会できるやん。これでいいわ、よいしょ。いや、これ転がって破壊できなかった、これダメか。だからこれ注射針で押し込めて、いや、ダメージ入るって最高だな。いや、うまいかもしんない、クレワンスター、まあ、一番きついのが1の間なので、まあ、そこを、まあ、突破すれば2はもっと楽できると思う。てかマグかい、これこそが知恵の伝道。マグ付近機は弱すぎないか。押し込む、こいつテレポートしてない。あ、避けれるんですね。推薦十字杯で幕府近畿は見切りまくったから。これ横投げか。ああ、よくない、今のはよくない。テレポート多いね。ナイス。いや、こいつらはマジで同時狩り、同時狩りしたい、同時狩り、同時狩り、こっち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 。いよいよ同じぐらい削れてるよ、いい感じよ。ガチで同時に狩らなきゃいけない。あっ、え、そんなこと。あ、こっちの体力を見てなかったな。レポート早い。あ、食らってしまった。まあまあ、ヒーラー多いパーティーや、ノーダメや。テレポートすんなよ。マジかよ。
命を。あーあーあああああ、赤狙い、赤赤赤赤。へい。ああ、赤赤やって、赤やって。赤やっ。ああ、もうバカ野郎。オッケーオッケーオッケー。お、今の避けたのうますぎ。捕まらないぞ。こう入れて。じっとしててね。オッケーオッケーオッケー、やれ間に合え、よし、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい。ここに近いのよ。ニノマのこいつらがすげえ体力多くていつも苦戦する。硬直出るタイミングで着地してんのが一番やな。力を抜いてリラックスするのよ。はい、綺麗。私はまたよいしょ、やい、はい、ナイス。あとこいつら倒すだけだ。え、今炎元素拡散したよな。だから今熟知200上がってる、めっちゃ美味しい状況。全部ドカーン、弾けろ。だったと。よいよいよ。真の結果は今すぐ宇宙者ね。なんか普通にさ、絶縁4セットの回復型、火力型シグウィン刺さってる気がする。シグウィンの解説動画ってやっぱ作るのむずいんかな。んー、おすすめパーティーがちょっとむずいかな。私もフリーナとの相性はいいけど、そっから話すことがないな。普通に優秀な水のヒーラーです。優秀ってか、まあ、仕事はできる水のヒーラーですってなっちゃう。いや結局星1だね。姿勢召喚久しくやってない。姿勢召喚おもろいよ。ちなみに生涯獣デッキがマジで、あれが強すぎるけど、なんかあのカードがなかったらめっちゃ多様性あってね、おもろい。やっぱりドリーのスキル残しとこう。大抜かするやろ。でここに当てる。で叩き起こす。これこそが知恵の伝道。痛くしちゃうかも。よいしょ、張り込みなさい。前がありと。いや、マトリックス癒し枠だな、マジで。動かないでね。これヨーヨー使っとけば草元素爆発終わったかも。いいよ。爆発切って出てこいして、全部ドカーンして、いよいよいよ凍ってるところに叩き込め。結構複数体同時に攻撃できたんちゃうか。生涯獣はコアを出すので、このコアを壊しに行かないとあかん。まずい、死ぬ。楽しい。え、アタッカーいないんだよか。え、ここまで来た手前なんだ。サソリドアの攻撃初めて見たんだが、そろそろコアが出るかもしれない。これで出る、多分。いや、サボらなければよかった。考えろ、左右を失うと。でも辛いって。もうやばい、透明化してるからクレーンの攻撃が吸い付かない。うざすぎ、うざすぎ、うざすぎ。ああ、さらば。これか、これで死んない私。あぶねえ。え、マジそれ嫌いになりそう。ゲイサソリ寝てろ。真の結果は今すぐ宇宙者ね。
オッケー。あ、やったやった、勝てそう。長く苦しい戦いだった。オッケー。炎元素つける、炎元素拡散する。炎耐性下がったところにクレーンの爆発をぶち込む。銃撃キャンセル、あんまんダメージ。あと3秒早かったら星2だった。まあ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 頑張ったでしょう。きちいよ。いやでも達成感半端ないな。どうもです、こんちゃちゃです。ネルメロと申します。突然私を呼ぶなんてどうしたの？もう見た目も好きだし、ずっと前から大好きだから。実は